皆さんこんばんは。私たちは K-POP と J-POP を融合して東京発ソウル系でアメリカを目指すヤンブラフロム系 J-POP です。はい、本日は私の引退ライブとヤンブラの解散ライブにお越しいただきましてありがとうございます。今日私は燃え尽きるまで歌うので皆さんついてきてください。ラストまでそれでは順番に自己紹介をします。はい、サンミューです。イエーイ高校3年生の17歳です。大丈夫かな。はい、今日で引退します。はい、悲しいですね。悲しいんですけど、もう悔いないように今日はライブしたいと思うので皆さん盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。次はリコちゃん。はい、ゆうがリコです。12歳です。ね、さっきから思ったんだけどさ、あやめちゃんとあゆりちゃん逆だよね。なんかいろいろね、いろんな行事っていうかなっていうのいろいろあって、ちょっとね、ちょっと行事、はい、ちょっといろいろあってなんかいろんな感情を混ざってるみたいな感じなんですけど、頑張ります。お願いします。次はひなちゃん。はい、みんじひなです。イエーイ。大学2年生の20歳です。今日初めてこの衣装を着ました。どうですか。かわいい。ありがとうございます。今日はみんなで最後まで盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。イエーイ。次はあやめちゃん。はい、あやめです。イエーイ。2年生14歳です。まあ、2曲目はマイク外れて、全力のパフォーマンスがお見せすることができなくてすいません。大丈夫だよ。今日は、みゆさんの引退ライブということで今までの恩返しができるようなライブにしようと思います。よろしくお願いします。イエーイ。次はアイルちゃん。はい、アイルです。小学5年生の11歳です。今日みゆさんが最後ということで悲しいんですけど、みゆさんを盛大に送り出せるように頑張ります。よろしくお願いします。イエイイエイ。アイル。はい、はい、次はオリコン週間ランキング17位に入ったセカンドシングルシャイニーシャイニーを歌います。聴いてください。アイル。